終わってんねえ。嘘をついていると思うよ。俺がアスタリスクやった後、藤宮くんと会って、そ、地球あたりにずっと俺がいるから。わかった。地球6、9か。6、9あたりに。これ結構めんどくさい。8、9にいるんだったら絶対対抗っすよ、マジさん、うん。俺がそのあたりにいるはずやから。マジさんは8にはいない、絶対。え？なったんだよ。何を食う？早いね。うん。じゃあ先行きましょう。ありがとうございます。いってきまーす。黒猫。ハイブリサントス。アイタルダウンロードか。終わってんねえ。うわあ、あら、おまおじしろ。そうなんだね。ちなみに、あ、ごめんごめん。誰と会えたっけ？停電勝ち合いました。勝ち合ってます、僕も。右から2番目で勝ち合いました。はい。はい。貨物で勝ち合ってます。で、ガミさんアーカイブ空き。あ、僕貨物で勝ち合ってて、ガミさんアーカイブ空き初動でシャワーに下がってます。はいはいはい。シャワー？絶対シャワーに行ってます。僕がメインホールの除染部屋から、電気行って今8番なんだけど、なんか最後誰かいた、誰だ、 8から5ぐらいのとこ。5番に今藤宮がいるんで。ああ、じゃあそれ藤宮。僕は見えてないけど、まあそこにいるのは確かです。うん、エンジン脇を見ますか。私ハイブリ、ハイブリサントス。じゃあアルマも無理そうかな。無理です。アルメが宿舎で、宮さんがミーティング、僕は金庫で、なんなら金庫の磨いた後にサントスさんとも会ってます。で、あ、じゃあ無理。その宿舎ミーティングなんで、まあアルメは無理。あれはさっき登ってった？ごめん。あ、僕登ってってます。エンジン3人分けたと思うけど、もう一人誰？あ、藤宮。何？あ、藤宮か。フリーズ。あ、じゃあ藤宮くんがメインに行って、サントさんが上行って、俺はしばらく待機した後、最後宿舎前に行って、誰かがヌン乗ってのだけ見てる。あ、そう、乗ったの私。アーカイブ脇から下下ったって言った人誰だっけ？はい、伊豆。伊豆さんか。まあ僕メイン除染なんだけど、まあ僕は見てないです。で、メインホール脇がオマプテなのよ。うん。で、オマおじさんが、藤宮から白なんでしょ？うん。藤宮は白でんの？ああ、俺からってこと？うん。うん、まあ、白やと思う。してほしいよね。うん。脇一人以下ってキッチンアーカイブ貨物？アーカイブは僕とガミさん二人脇。ガミさん脇なし。キッチン貨物？貨物で武雄さんなんか勝ち合ったんだっけ？勝ち合った右側2番目。そう、展望で直してくれてて、貨物は多分脇なしかな。あ、モニキは展望か。うん。あ、貨物は脇なしなんだ。そうか。伊豆さんは貨物が最終位置なだけなのか。うん、はい、そうそう。はいはいはい。あとか、伊豆。あ、どうぞ。武雄さんに言えそうなのが、ただ、配電盤右3つが下がってて、先に多分僕が上げ始めてるはずなんで、武雄さん自身で僕のマットがあんまりなさそう。うん、そう、伊豆さんの方が多分先直してる感じで、僕がなんか下ろしちゃって上げたっていう感じだから、むずいなこれ。僕しむずいか、むずいか。でも伊豆だけプテプテ目線でむずいのかそれ。伊豆さんと対抗じゃね。そう、伊豆プテさんも、そう、まあほぼプテっぽいけどね。情報出しっていうのが圧倒的有利だから。詰まってんね。プテタケで終わりじゃないか予想。伊豆プテを黒で組んだったら伊豆さん白だから、脇的にもうアルメニロかワンちゃん。ういーい。プテさんの動きもう一回聞いてもいい？メイン除染エレキアスタリスク5、あ、じゃあ8。メインがプテオマだっけ？メイン、もう一回言って。メインホール脇、除染浴び切って、うん、アスタリスク終わって8です。うん、それで藤宮がぐるぐるにいるのやったってこと？藤宮ってどういう動きしてんの？なんか、これはレバータスクよ。ぐるぐるじゃない。いや、最後、8とこがつながってんすよ。で、そこで誰か見えたっていう話です。
これはレバーやってたから見えてないけど、うん、そこにいたのは確実。ごめんね、僕伊豆さんと対抗でしょって言われたけど、ちょっと他のところ整理できてなくて、伊豆さんが下行ったっていう証言を出してたんだけど、僕はメインの女性にいたから、それはせいだとしても見えてないっていうこと言ったのね。その場合でガミさんがエレキかエンジン側に抜けてることになるけど、エレキが藤宮おまおじが白を取ってるから、エンジンで抜けた場合は誰ができるんだろうって分かんなかったんで、むずいなって言ったの。エンジンだった場合は俺。うんうん。なんか申し訳ないけど、プテってなんかエレキに降りてエレキの8番にいる人がいるって言ってたから、アスタリスク側から行ったみたいな話を全くしてなかったと思う。あ、いや、さっき。まあでもそうです。なんか後から、藤宮はアスタリスク側からプテが来てるの見てんの？俺はね、一切見えてない。エバータスクやってたから。あ、そうだね、一方的な死人だったよね。なんかプテさっきメインからエレキに降りて8番にいるのを誰か見てるって言ってたから、なんかアスタリスクにいるっていう情報を後出ししてきたかなって思ったから、めちゃくちゃ怪しいなって思っちゃったけど。ちなみにアスタリスクから行ったん？そうだよ。あ、じゃあね、嘘をついていると思うよ。俺がアスタリスクやった後、藤宮くんと会って、その8級あたりにずっと俺がいるから、分かった。6級か、6級あたり。これ結構めんどくさい。僕、じゃあ例えば、じゃあ僕が、じゃあ分かった、僕が陣外の時に、別に、じゃあそのまま8番って言えばよかったけど、アスタリスクに行くっていう必要がないと思ってほしい。6級とか、なんでわざと破綻しに行く必要があるのかと、もう考えてほしい。普通にだって容疑者に入ったから、遠くからよ。遠くにいる、少しでも遠くにいる。まあ、おまおじさんが対抗してくるんだったら、僕、おまおじさんとのローラー飲めるよ。8級にいるんだったら、絶対対抗っすよ、おまおじさん、うん。俺がその辺りにいるはずや。おまおじさんは8人はいない、絶対。え？何が起きてんの、これ。藤宮目線でどの辺りにいそうなの、おまおじさん。おまおじさんは多分6か3。そんなに言ってる。おまおじさんが嘘をついてるので、スキップ1問。ローラーしてね。6、3って言ったよな。捏造すな、クルーで。いいけどね、別にしても。変な対抗の仕方すな。これ俺が正しいから。これマージさんを疑ってるわけではなく、マージさんは多分6番方向に抜けたのを見て、俺が5番のタスクやってたから。結論から言うと、マージは9にいなかったですね。嘘かよ。今番号見て思ったわ。6にいるわ。まあとりあえず藤宮目線で結局マージさんってできないよね。うん、キルは無理でしょう。うん、だからまあ自分でもあれなんですけど、僕まで釣り行ってもらえば、僕の死人が生やった時にプテで多分釣れると思うし、うん、まあそうね、そっちの方が良さそうやね。それは任せます。対抗伊豆さんだね。お前さん入れた2票は？あ、僕入れた、僕入れた。あ、でも、竹尾さんがもう1っぽいんだよね、その死人がないから。あ、タンワキのとこで行ったらね。貨物で湧いてエレキに行ってるパターンってないの？その場合だと、まあ、おまおじさんに。まあでも、うん、そうそう、だから、ね、ただまあ、これをシンプルに切ればよくないかとは思っちゃう。伊豆さんまで釣るなら、竹雄さんまで行きたいって、伊豆さんつったとね、うん。伊豆さんまで行くなら。自身でとりあえず言えるのは、竹雄さんのマットは絶対ない。勝ち合った人間がいるはずやから。先出ししてるからね、僕が右から2番目。右から2番目合ってました。まあ、伊豆さんが、トータスさんが下行ったって証言だしたのは伊豆さんだよね。あ、その証言は赤見さんか、赤見さんが下行ったってのは伊豆さんだと思うから、その先に情報を出してるのは伊豆さんの白身ではあると思うけど、まあ、プテトの対抗になれるのは伊豆さんだとは思う。うん、まあ僕まで釣ってもらって1ローが確実に落ちた前提で、で、アルメイが宿舎ミーティングで白で、その下にいるのがサントスさんがヌーン乗ってて、でそれをなんか見てるっぽいのが誰でしたっけ？ハイブリさん。それがハイブリさんか。で、モイさんがエレキで、タケオさんが手、点で触ってて。海外じゃない限りは、タケオさん。確かに結構タケオさんっぽくは見えちゃうな、うん。そう、内訳が。まあ、貨物脇で何もせずエレキって言ったら、まあ、おまじさんか。まあ一応なくはないけど。なくはないけど、俺の方が来やすそうだなとは思う。エレキに直行するって絶対9番、じゃあアスタリスク行くと思うんですよね。貨物からエレキに直行する人間って、うん、6、9が繋がってないんだよね、今の。貨物に人外ってないんだっけ、これ。一応ある。掴んでみたら、一応あると思う。一応あるんかな。おまふじに人外って脇、貨物アーカイブか。まあ、脇、ああ、貨物アーカイブ。貨物からエレキに行ってるおまふじさんをかばってるケースかな。まあ、釣りは飲みます。とりあえず。竹尾さんかな。どうだろうね。
まあでもおまふじ二陣営だったらあのおまじさん6番ですよ。いや9番にあのやりてもないよ。そう確かに。いやいや助けるために訂正しないと。ご主人が疑われてたね。助けるためじゃなくて、ただただ修正しただけなんですけど、事実に。でも兄貴や。俺視点ロー、ローはありえないので、あんまりでも兄貴しかない。あら、安藤さんアーカイブ空き。え、どこ行ったの？ずーっと左僕。アーカイブ空き？あれアーカイブ社はメインエレキ石油で今アップロード終わって石油出てきたとこです。石油？あれ？僕は見てないけど。あ、そうなんだ。アーカイブ空きで石油はなくね？あ、違う、俺がね。俺がアーカイブ空きで。藤宮もメイン。あれ？とりあえずエンジン脇でなんか左全部ドア閉まってたんだけどドアを開けまくってるのが僕で誰にも会ってないから多分左に誰もいない。あれ？いやハイブレさん視点でね多分ねサントスさんってね。いやちょっと待ってね貨物って俺は貨物俺はなんけど貨物脇いる？うん、2人で湧いてんだけど。じゃあ貨物脇がサントスさんだと思う。んでその場合は下に行ってる。ああじゃあ。うん、俺アーカイブ脇で見てますよ僕は。いや俺速攻アーカイブ行ってもう貨物に助くないからでアーカイブの、扉を俺が開けてんのね。アーカイブかも、ラウンジかので開けてすぐ降りたところに明夜君がタオルタスクしてるから、うん、もしサントスさんが疑ってないです。アーカイブ基本鬼気だと思ってます。えてかね、あの藤宮が絶対人外なの、うん、あの理由があって、うん、アーカイブの扉って閉まってて、うん、ハイブリさんが開けてるんだよ。俺ね、爆速で抜けてるもん。うん、アーカイブシャワーメインは爆速で抜けてる。いや、爆速で抜けてるのは俺と絶対すれ違うんだよ。俺、メインからシャワーに直行で入ってるから。合ってないね。まあ、藤宮って僕のことをセキュリティ見てるのに僕だと思ってんだ。セキュリティ見てるけど、まあ、初手の容疑でメイヤールマーの二人外追ってないんで、プテオクロで置いた場合ってメイヤーさん、チロじゃないですか。議論でね、でハイブリさんも脇位置がないと思うんで、まあ滝尾マとハイブリローは一応レア系としてあるけど、あいやないない。まあそう伊豆さんが勝ち合ってたっていうから勝ち合ってる、うん、あ脇精査で鬼気かなと思ってます。おまおじさんって藤宮署でできないんだよね。できないですね。だってどっちにしても鬼気の方に見えちゃうな。僕アルマ君と同じとこにいるのかな。あ僕はずっと左です。俺は、宿舎脇単やから、一人ですね。そうやんで俺はボタンを押して。僕、最終メイン上がったところなんで、そんなに藤宮が見られてから時間がないはず。鬼気か。確かにそう。いや、初手のキルできる人物というと鬼気しかいないから。そうだよね。残ってないですね。どうかな。藤宮待ったと思うけど、さすがに。になると思うんだけど。さすがに待ったと思う。ナイス。ミスで高しい。そうだよな。クルーの僕が最後スキップ入れたのに確定してた。そあ、そうだ。そこで自動票はさすがにリスケかな。